Okay guys, welcome to Haikyuu Season 4 Episode 8 Reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's just watch the rest of the match against Dateko. Because they've played 4 sets already. お前やっぱり紛れるですよね。Hinata knows he's been observing way too much. Wait, what was Challenger? Okay. 終盤が飛び出してこない。切れる。アサヒさん、ナイスケア。How many sets did they win though? おーし、フライングシュー。勝ったんだぞ。つい癖で。No way。アザラシ。Seal walk。さっき伊達校のブロックが戸惑ったように見えましたね。今まで影山がセッターの時。ヒナタはシンクロ攻撃に加わっていなかった。ワンテンポ早く攻撃に入っていたからな。みんなあの超速攻を警戒する。初めて見たなら当然。知っていたらなおさら。でも相手は伊達校。戦略としてのブロックの形を変えることはあっても、こっちにかき回されることは少ない。伊達校のすごいとこは、ヒナタに超速攻を決められても、それはそれと割り切ってるところ。伊達校はブロックが強いからといって全部を止めようとしてるわけじゃない。ドシャットじゃなくてもあらゆる攻撃に2枚はついてくるし、ヒナタの超速攻自体にも触る。そして試合後半、疲れてきたヒナタを満を持してドシャット。なんだと？カラスノには打ってなし。伊達校の超理想的なストーリー。お前どっちの味方だ？でも4セット目時点でなかなかその迷いが見えないと。ほんと我慢強えよ。だからこその紛れるですよね。ああいいんじゃね。俺はお前らの速攻を初めて見た時すげえと思った。どこからでも使える速攻、ブロックを翻弄するブロックにとって怖い速さ、そして速さは万能と思っていた。でも手だれのリードブロックに対して先に飛び出してしまうと、可能性の中からいち早く排除されるだけになってしまう。最初に通用した武器が最後まで通じるとは限らない。先へ行くんだ、先へ行くんだ。追いつかれないのが俺の武器。対応されたら対応する。それをサボった方が先へ進めなくなる。マジ？しろ！ない！ Once again。やっぱりヒナタ飛び出してこない。いやー。俺はいるぞ。まだいるぞ。最後まで。選択肢の一つであり続けろ。They are late. They are late. 今までやかましかったやつが急に黙ったみたいな感じだもんね。ントスワンカワー影山、はい。That's right。 今度は早い。 Oh my god。 買わないとは言ってない。なんというか紛れるの後の超速攻は映えますね。だからさらに処理する情報を増やしてやるんだ。ヒナタがまさに情報を増やしやがる。非常にイライラする相手。どこに来るんだ、どのタイミングで来るんだって。ヒナタはいつでもどこでも攻撃可能だ。そして溢れる情報に紛れて突然牙を剥くマイナス。What was this shot?
クラウ。関係あるかわかりませんが、以前鵜飼前監督が。それにしてもチビ太郎のマイナステンポは単品では確かにすごいが、使い方がもったいないなとおっしゃっておりました。 It's being wasted。 クソジジイ。 How? 今日一気持ちよく決まったね。 Can they get it even more better? How? 今の一本があったことで伊達校はほんの少し多めに日向を意識する。そうすればサイドがほんの少し決めやすくなって、そしてあわよくばしびれを切らしたブロッカーがゲスブロックしてブロックシステム崩壊。カラスノの超理想的なストーリー。山口。ごめんツキ。タラララタタタタタ。パッ。集中しろよ。時間的にこれが今日ラストセットなんだからな。8 sets. Damn. I wonder what's the score. 今まで通り上げたぞ。何か問題が。Of course. 月島、本日スタミナ切れって感じだな。昼飯食ったのにな。お前と一緒にすんなよ。悪いけど僕、機械でも、ポケモン日向でもないんで。Of course. Just sub him out. リュウ！レフトレフト！クロス！今日いいとこなしだ。でも今すげえいいストレートでしたよ。絶対クロスに打つと思った。おお、影山は励ましてる。マジのやつだと思うぞ。まだまだだな、二口。いつまでいいんだよ。安心しろ。今日は一日暇だ。よし。俺ですか、俺ですか、俺ですね、俺ですよね、俺ですよね、俺ですよね。あいつ、本当に肝が据わったな。来ました。ノープル山口。It floated. It floated. お前、呼ばれるたびビビんなよ。その割に決めるくせに。はい。次隠れたらずっと俺の隣に座らすからね。クイック。ボーン。おほほほ。Even Aona。電波のシンクロ攻撃じゃない。10番今度は飛び出した。 Damn, nice strategy. 今度は俺が止める。 And it's not gonna go to him. Of course, of course. Tell me guys again, how many blockers do you need on blocking Asahi? That's right, 3. 2 or 2.5 are not enoughブロックが超速攻に反応することを分かって、もう一度同じように攻撃を仕掛け、誘う。たまたまか。 I don't think so. 直感か。でもどっちみちアズマネさんを選択したのは俺だ。俺の手柄だけどな。マッチポイント。おさぎ、県内最強の壁。あの時より高さも強度も増している。でも不思議と怖くない。アズマネさん、ブロックさん。 One more. Three blockers. 決めたれ。スストレート。すっげーパワー。ありがとうございました。 What's the score though?間違えんなよ。なあ、影山ってすげえ練習してそうなのに全然テーピングとかしてねえよな。指痛くなんね。指は鍛えてる。指立てとかいろいろ。
テーピングすると違和感があるからできるだけしない。特に指先はボールとの間に 0.1 ミリでも何かあるとボールが分かんなくなる。指の手入れ俺も今日からやる。どうせ3日も続かねえよ。金子川は、え、足小金川金子川小金川は最高到達点何センチだ。340センチだったかな。測ったら少しくらい前だから今もうちょい行くかも。 Definitely 高いところから高いところへ、つまり最短距離のセットアップ。お金お、またな。おハルコ頑張ってください。はい、ありがとうございます。やっぱ伊達子、威圧感がすげえな。絡まれたくないナンバーワン。俺もヒゲにしようかな。どこ張り合ってんだよ。お疲れした。さあ自主練はほどほどに。特に山道を越えて帰ったりするけど。西野や、うん、今日も練習付き合うぜ。もう一本出したぜ。 Is that it? ちょっと待って。こんにゃろ。Damn。こっけーなあ影山、お前レシーブの時何考えてる。 Yeah, he asked the same question。 どう殺すか。お前が言うと物騒。西野やさ、わざわざ苦手なオーバーやんなくてもアンダーでさばけないこともないんじゃないの。俺もアンダーで全部取れるならそれでいいと思ったし、できると思ってたんだよ。でももっと上がいる。選択肢が増えるって分かっててやんないなんてつまんねえよ。That's right。 またかっこいいこと言いよる。俺だって活躍はしたいけど、しくじるくらいなら成功もいらない。でも今俺のサーブにあの西野屋が苦戦してる。全言撤回。これは俺の練習。西野屋に絶対取れないサーブを打つんだ。木下さん、高確率で一定の場所に打つんだ。多分狙ったところに負けられん。別に上手い人が増えるのはいいことじゃん。レシーブもスパイクもいっぺんに練習できればいいのにな。影山がいるときはスパイクやりたいしな。兄ちゃん何してんの。必殺ロンリーパス練習。仕事夏。そしたらロンリーじゃなくなるだろう。それに夏には無理だね。いや、夏体育なら何でも一番だもん。ソフトバレーボールでやってみろよ。まずワンバンしたボールを止めずに地面に寝転がる。パスをし続けながら立ち上がる。 This is really hard. I don't think I could do that. Yeah, it'll just be me.Damn. Oh, yeah, that is just way too good now. He's overpowered. Nah, Hinata solos any verse.僕は知らない。おお、サンキュー。もう一個言っとく。その顔は何かいいことあったか。
タッツァに頼んでたあれどうにか間に合いそうだ。 And that is what? いよいよだな。 What did he ask for? Looks like we are gonna find out in the next episode. Okay guys, if you like this reaction then press the like button and subscribe to my channel. If you'd like to see full uncut and unedited reactions you can check my Patreon, the link will be down in the description. And see you guys the next episode. またね。